回のゲストは桐谷健太さんです。夢にきらめけ、明日にあれ、夢にときめき、夢に桐谷健太です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。やめためた、あけましておめでとう。あ、おめでとうございます。どうしましょうか今日どうです、松岡今日どうしましょうか。どうしまそんな滑舌悪いですか悪いそんな滑舌悪いですか。俳優さんですよ、ね、いや俳優ですよラマンギラオバラオバラオですよねいやちゃんとそういうの言えていかないと、はい、やっぱ俳優としてあかんから、あの夏季空景もやってください。なんすか夏季空景。夏季空景ってなんすか。なんかですか早く夏季空景ってやつ言ってない。あのすいません、ちょっとあの質問がわからなかったですけど、夏季空客はよく夏季空客だ。え、簡単ですよ。隣はよく夏季空客だっすよね隣はよく夏季空客だっすよね簡単です、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、何ですか今日。英語でやりたいことですよね。はい、いや、あの僕あのいろんな作品出してもらったんですけど、あのルーキーズという作品で、まあ、僕の名台詞ちゃいますけど、その中で目指せ2打数5安打っていうのがあるんですよ。はぁ伝わってます。目指せ2打数5安打。まあまあ不可能なことなんですけど、はい、まあ普通だったら2打数2安打3打数3安打とか、マックス言ってもそうじゃないですか。2打席しか打席に立ってないのに、はい、5本のヒットは打てない。2打席だったら2本しか打てない。せやな。でもそれをちょっとなんか英語で面白おかしく言えたら面白おかしく言いたいな、はい、え、めっちゃでもね簡単なんですよ。2打数5安打って、はい、2-4-5だけ。え、なんやって 2-4-5。 そう、2-4-5。 どういうことですか。どういうことですかって2打数5安打って聞いたやろ今。2-4-4なんですか。4は F-O-R。 あなた、あなた、あなたは言うよ。あなたは Y-O-U やろ、あなたは F-O-R。 4、これ何の4ですか。え、もう一回言って。2打数5安打2打数5安打5安打って5回たって2つ打ったの。え、じゃあさ、2回打席立って5回打ったっていう、もう夢のような話なんで、もうありえない話なんです。そうやんな、なんかよく分からんけど、2-4-5です。説明省いた自分で後で考えて。いや、そんなことあります先生に教えてもらうのに後で自分で考えてって、そんなあります。え、先生に気に入ったのに。そう、惜しい。あ、じゃあ目指せは何ですか。目指せ、あ、そうやな、目指せ、あ、2打席5安打を目指せって言ってんのやんな。try とか I'll try めっちゃ、でもちょっと静かにして、なんだっけ、めっちゃ大変、あれ、叶わへんことなんですよね。叶わない。じゃあ、I'll challenge の方がいいです。チャレンジの方がめっちゃ I'll challenge 2-4-5。 じゃあ、ありえないからありえへんけど。いや、なんか難しい問題持ってこようと思ったら意外に簡単すぎてなんかもうオチを言うのが嫌になってきてます。あ、オチあんの。いや、もう I'll challenge 2-4-5 ってもう終わりじゃないですか。オチってパンチラインって言います、ちなみに。どうでもいいけど。いや、なんかダブルネームのジョーさんがバイトしてるところの名前じゃないですか、パンチライン。オチ三軒だよ。オチっていう意味なんですね。オチっていう意味やで。いや、なおさら終わりにくくなりましたよ。やってみる。 I'm challenge でいいんでしたっけ。 I'll challenge 2-4-5。 じゃあ締めます。はい、立ったら見えへん。あ、いけるか。 OKI'm challenging 2-4-5!